今日はいろいろな場所で見つけた工夫したネームプレートの話だよ。ねえ、かぶいちょろ、今うちの玄関の脇でナスがあるじゃない。うん。あれにわからなくならないようにナスって書いてつけといたら笑われちゃったのよ。何かかっこいい方法ないの？へえ、名前書いといたんだね。そうよ。苗木の時はまだ小さいじゃない。野菜もなってないからわかんないのよね。そっか。でも姉ちゃん家の前はたまーに小さな子供たちも通るから名前書いといてあげるのはすごくいいと思うよ。知らず知らずに子供たちがナスってどう育ってどうやって実をつけるかとか見てるかもよ。それだけ大きくナスって書いてあったら気にしてくれていると思うな。そうよね。かべちょろいいこと言うじゃない。それに子供たちだけじゃないわよね。大人だって気になった植物に名前さえ書いてあればスマホで調べたり買うこともできるから植物好きな人も増えるわよね。そうだよ。名前書くってすごくいいことだと思うよ。だから昔いろいろ考えたこともあったんだ。ガーデンショーなんかでも素敵って思ったら写真撮っといたからいろいろ見て。これプランツタグだけじゃなくてメッセージタグとかも混じってるけどね。あらー、いろいろあるわね。へえ、黒とか白が多いのね。うん。ああ、これなんかはこれがあることでむしろかっこよくなってんじゃない？そうだね。タグもちゃんとお庭とテイスト揃えてるから雰囲気あるね。あら、こっちは微笑ましいわね。きっと子供が描いたのね。うん。そんな素朴さを表現してるよね。微笑ましいね。あと、これはうちで作ったやつだよ。ハードウッドにレーザーで文字を入れたの。いいけど、ちょっとかっこよさを狙いすぎてて嫌だわ。手軽じゃなさそうだし。もっとシンプルなのないの？じゃあこれは？その時友達と作ったネームプレート差しだよ。最後の方はこれにテプラで文字打って刺したんだ。テプラでも黒いテープに白い文字っていうのがあるんだ。外でも結構持つんだよ。テプラで白い文字を黒いテープに打つって不思議だよね。どういう仕組みなんだろうね。知らないわよ。でもこれは手軽で良さそうね。他のはどうなの？うん。これ見て。黒いプラ板に文字書いて枝に留めてるんだ。これはすぐに真似できそうでおしゃれだよね。あと、この間東品川海上公園見に行った時にそこのネームプレートがね、ほらかわいいわね。あら、これガムテープなの？そうなんだよ。カラーテープっていうのかな。でもホームセンターで200〜300円で一巻き買えるよね。それに白いペンで書いてラミネートしただけだよね。頭いいね。コスパ高いよね。ラミネートしてあるんじゃ雨にも安心ね。私これにするわ。うん。あとプラ板に白ペンっていうのも自分で小さく切ればこっちもそんなにお金かからないんじゃない？よく考えたら名前って入れ方によってかっこ悪く見えることもあれば逆にかっこよく見せられることもあるわね。そうだね。英語表記にするだけでだいぶかっこよく見えるけど子供も自分も分かりづらくなっちゃうから一長一短だね。そうね。目的次第ね。私はまだ初心者だから自分が覚えるためにもカタカナにするわ。あとはタグが悪目立ちしないように黒を使って黒ベースでも読みやすいように白文字ってところがポイントね。そうだね。お花屋さんなんかのポップもこのパターンだよね。あとシマウマも黒に白だよね。ああ、シマウマは白に黒よ。それを言うならパンダよ、パンダ。え、パンダも白に黒だよ。シマウマの方だよ。あんた今パンダもって言ったじゃない。すでにシマウマは白に黒って認めてるじゃない。いやでも熊田さんちのシマウマ黒の方が多いよ。誰よ熊田さんって。馬の話してるのに。白田さんちのパンダなんて真っ黒よ。姉ちゃんそれはただの熊だ。